通りです。今年もよろしくお願いいたします。昔からだとは思うんですけど、おせち料理ってね、あんまりもう最近食べない人の方が多いのかなって思うんですけども、そういうもんだから食べてるっていう、一つ一つの食材にそのいろんなその願いというか意味があってね、無病息災とかね、家内安全とか学業成就とかもいろんな願いがあって、願い込めて食べるものなので、そういうこと知らなかったという人はね、興味を持って、もし興味あったらね、一度買ってみてね、来年でも買って、舌磨きとかで目を切りながら食べてみてもらえたらいいかなと思います。それではね、今年もよろしくお願いいたします。バイバイ。